皆さんこんにちは私のチャンネルへようこそ10月7日にその道のプロが選ぶ本当のナンバーワンプロフェッショナルランキング TBSK が放送された同番組はその道のプロたちによる投票でナンバーワンを決める本当のランキングを決定するというもの今回のテーマはダンスプロダンサー振り師け300人が投票し 芸能界で最もすごいナンバーワンダンサーを発表したランキングは最新スキルが連発新進気鋭の20代部門とレジェンド勢がしのぎを削る30代部門と世代別に発表され20代部門で1位に B ・ファーストのソータが輝いた写真ダンス企画に引っ張りだこの B ・ファーストソータソータについて彼が1つポーズ動くだけで風が来るような 感じたことのない爆発力を感じるルー日本出身でこんな方いたんだって本当にリスペクトしています彼のダンスはすごいだけじゃなく感動もするしダンスを知らない方が見ても伝わる中曽根りの新時代の象徴一つのジャンルに突出しつつも他のジャンルもちゃんとできるマルチエリートフィッシュボーイどこがすごいか語る必要ありますかテクニックのすごさはご覧ください 空間を操ってるかのように周りの空気まで思う動かしているように見えてくる指先をちょっと動かすだけで思わずそこに見入ってしまう S アスタリスクアスタリスク T キングツ庄司とダンスのプロたちもベタ褒めそして紹介解説 VTR の地にはスタジオにそうた本人が登場し生パフォーマンスをしてみせたそのパフォーマンスはあまりにも神業だった テクニックの高さはもちろんなのだが、思わぬ部分の音を拾って合わせたり、ボーカルの音を拾ったりしつつ、歌詞の内容に合った振りを入れるなど、それは素晴らしい以外の言葉が出てこないほど。ダンスにおける褒め言葉として、キモい動きや、不思議な動きに終始しており、彼の動きは誰もがどぎを抜かれたはずだ。それでいて1位に選ばれたことに対して、恐れ多いです。 それぞれぞのののの良良ささががあるのがダンサーの良さなので、上下というよりかは僕のダンスをしっかり伝えたいなと思いますとコメントおごることのないこの姿勢も彼のダンスが素晴らしいということにつながっているのだろうそんな颯太のダンススキルは B ファーストでパフォーマンスする時ももちろん発揮されていてライブなどで彼独自の良さが出ていると感じる場面が多々ある例えば B ファースト公式 YouTube チャンネルにアップされている「メインストリーム f r o m b ファーストライブインドーム2024メインストリームマスタープラン」前奏の音がストップし右手を前に伸ばしている壮タが急に動き出して歌がスタートするという演出がなされているがこれはまさに庄司の指先をちょっと動かすだけで思わずそこに見入ってしまうという言葉通り。 しかも他のメンバーが座ってソータだけが立っているというわけではなくむしろ他のメンバーに囲まれるように立っているにもかかわらずおそらく会場にいたほぼ全員の視線がソータに集まっていたはずだ。これは空間を支配できるソータだからこそのパフォーマンスだろう。と言っても B ・ファーストもグループとして同番組のダンスのプロ300名が選んだダンスグループトップ3で1位を獲得しているほど。 メンバー全員のダンスが高いクオリティのため、全員で踊る際に蒼タだけいい意味で浮いているなんてことはない。ただ、やはり蒼タらしい細かなニュアンスを施されているパートにはついつい目がいってしまう。5月24日放送の「ミュージックステーション」テレビ朝日系で披露したマスタープランのパフォーマンスの時もそれを感じた。サビの「m a s t の「MASTER プラン」の プラン部分でバイブレーションを入れているのだがソータはその数が圧倒的に多くしかもリズムにぴったりはまっているこうしたテクニックをバッチリ決められるのはさすがの一言ださまざまなボーイズグループのメンバーの名が上がったその道のプロが選ぶ本当のナンバーワンプロフェッショナルランキングこれをきっかけにソータのダンスのうまさや B ・ファーストのダンスのレベルの高さがより多くの人に知られたのではないだろうか しかし B、ファーストはダンスだけではなく、歌もラップもクオリティが高い。ぜひそちらも合わせてチェックしてみてはいかがだろうか。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。